はい、皆様こんにちは、カズチューブです。今回もご視聴ありがとうございます。阪神高速道路湾岸線を走っています。横パトカーにスピード違反から捕まっている車がいます。飛ばしちゃダメだよ、ここは80キロ制限ですからね。私はちょうど今ぴったり80で走っております。安全運転です。さて、今向こう側を渡りまして、西宮市から尼崎市に入ったというあたりですね。まだ兵庫県です。もうしばらくすると兵庫から大阪、府県境を越えてくるという状況でありますが、さてオリックさん、今日からホーム5連戦です。でまずは今日明日がファイターズ、その後金土日じゃなくて土日月がホークスということ。今日木曜日なんだよね。なんかちょっと区切りがいつもと違うんで、なんか間違ってしまいますよね。今日明日がファイターズ、土日月の3連戦が対ホークスということになるんだけども、まあ、このホーム5試合で、まあ、本当にもうデッドオアアライブですよという、まあ、そんな戦いになりますよね。まあ、とにかくそのホークス戦を前に、その2つのこのファイターズと、まあ、どんな戦いができるかということにもなってくるんだよね。今日はその初戦です。山岡投手が先発のマウンドにあります。2ヶ月勝ちがないという状況ではあるんだけども、まあ、その2ヶ月ぶりの勝利がまたチームに、こう新たなこの力を与えてくれるのか、ということだよね。ですから、まあ今日は山岡君のピッチングが本当に重要になってくるんだけども、そこに期待したいなと思いますね。で相手は根本、ですね。左腕の根本君、今シーズンこの対オリックスは先発は4試合目ということになりますね。オリックスは対根本は2勝1敗、根本は対オリックス1勝2敗ではあるんだけども、そんなにオリックス打ってないんだよ。で、打ち込んで勝ったというゲームがないんで、まあ、ですからその数字的に見ると山岡君も対ファイターズはいいし、で根本投手も対バファローズはいいということなんで、まあ、普通にいけば投手戦なんだよね。ただまあここ数試合見てましたら、まあ、ここ数試合というか仙台での2試合でね、でやっぱりオリックス打ててないんですよね。だからもうとにかく打線で、昨日も僕はカズチューブで申し上げましたが、打線で、とにかく勢いをつけてほしいと。今ホークスが強いのは打てるからですよ。打つとピッチャーも楽になるしねということ、まあ、当たり前のことなんだけども、実はもう今日もネットでも配信されたのかな、朝日新聞の、折り入った話っていうコーナーがあって、夕刊にも載るんだけども電子版でも載るんですね。折り入った話、お前のネーミングです。いい話で、いいタイトルでしょ。朝日新聞の室田記者と、お前が、まあ、オリックスについて語るというね、そういう、まあ、コーナーがあるんだけども、それでも僕はそこでも言ってますけども、やっぱりここからは打って勝っていかないとなかなかしんどいんじゃないかという話も、していますので、もしよければ、ご一読くださればということになりますけどもね。まあ、だから本当に打線がどう機能するかということになってきます。で本当に仙台では打てませんでした。まあ、だけども、まあ、時も過ぎましたし、場所も変わりますから、随分変わってくる可能性もあるんでね。打線は水物ですから、そこだったということを考えればこれから上がってくる可能性もあるわけですからね。それに期待したいなと思います。なんとか山岡投手が粘ってる間に先に点を取って、山岡投手を楽にさせてあげたいというね、勝ちパターンの系統でこう逃げ切っていくということも、そういうシンプルな考えしかできません。でやっぱりもうここまで来たらもう監督が言うようにド必死というね、ワードを使ってらっしゃいましたけども、必死にもう1点を取りに行って、必死にその1点を守る、まあ、そんな野球で、もう内容もそうだけども、とにかく結果にフォーカスしてほしいと。もうそれしかないもんね。もうだからもう現状のこのゲーム差考えて残り試合数考えたらもうめちゃめちゃ厳しいですよ。だけども厳しいんだけども可能性があるんでね、その可能性にかけていくしかない。もう一戦必勝でいきましょうということですね。もうそれしかないし、でもみんなもそういった気持ちで、応援してください。もうおそらく
まあ、首位に並んで、もしくは単独首位に立った129試合目で単独トップに立ったみたいな時の、あの皆さんの浮かれようもおそらくもうない、浮かれようないからね。だからまあそれが僕は帰っていいのかな、マスコミもファンもすぐ浮かれるから、そんな簡単じゃないんだよ、はっきり言ってね。だからもう本当に今浮かれている場合じゃないし、もうそんな状況でも全くないんで、むしろもう危機感しかないわけですからね。逆にその危機感を力に僕は変えていってほしいなと思います。崖っぷちでの本当に力、火事場のバカ力じゃないけども、そんな力を見せつけてほしいなと思いますね。大阪府に入ったのかな、左手には、ユニバーサルスタジオジャパン、右手には舞島が見えるという位置でございます。そんな感じですね。で、明日増井投手ってなんかね、新聞載ってたけど、そういうことなんだろうね。増井さんか、頑張ってほしいね。能見投手の引退の、発表がありました。まあ、発表というかそういう記事が載っておりましたが、今年で現役を引退するというね、18年間の、現役生活ピリオドを打つという、能見篤史投手。まあ、でもオリックスでは2シーズンでの現役生活ではあったんだけども、タイガースの在籍と比べると短い、時間ではあったけどもね、やっぱりそこでリーグ優勝も、できたし、本当にこう若いピッチャーに与えたその力、影響力というのは相当なものがあったと思うんでね、やっぱり球団もコーチ就任を要請したということをね、報道ではそう出てましたので、それがいいかなと。本当に能見さんを慕うピッチャーってたくさんオリックスの若いピッチャーいますからね、また彼の経験と技術を、後進に本当に与えていってほしいなというふうに思います。まあ本当またね、一人の有名選手が、現役から引退してユニフォームを脱ぐということになりますけどもね、また次のステップとしてオリックスの力になってほしいなと思います。そしてベテランの増井さんが先発するならば、本当に増井さんの力、 お願いです、増井さん力を貸してくださいっていう感じですね。フルスファイターズ相手、のマウンドになりますが、そこは僕も期待してみたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。まもなく湾岸線とは分岐いたしまして大阪港線に入って、大阪市内に向かおうという位置でございます。というわけで本当にもう打ち勝ってほしい。正直ね、もちろん山岡投手のピッチングにも期待するんだけども、打ち勝って勢いをつけていってほしい。その勢いがないと、モメンタムがないと、やっぱりこの時期ってなかなか勝ち抜けるわけじゃないんでね、と思います。で、僕は今のところ現時点では今日の自分の昇格のメンバーとか知り得ておりませんが、入れ替えがあるんでしょうか。足立ちゃんが心配ですが、なんとかね、足立ちゃんがこの先に戻って、来られるように、願うしかないんだけどもね、とにかく今日のゲームはもう必勝ですよ、ね。今日は実況を担当いたします。解説は塩崎誠さんです。ということで、お前が今日は喋るとなっていますので、もしよければまたテレビネット等でご覧ください。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。